27日ぐらい、はい、元気はまあまあ爪から出血、椅子から出血してますよ、気がついて昨日の朝見たら水槽が赤くなってて、はい、で水変えて夕方もまた赤くなってて今朝もまた赤くなってるっていう本当だ、溜まってないわけね、うん、じゃあちょっとここに体拭いて体重を測りますね、はい、大きいんですね結構これじゃ測れないから2キロ超えてますかねもしかしたら2匹もっと多くて、2匹いるんですけど、あ、2匹いるの、はい、ちょっと2キロ超えてるわ、多分一回持ち上げて、両方顔で、ケース持っておきましょうか、うん、はい、ごめん OK 本質1639、はい、2キロはないです、1639です、はい、これ食欲が落ちてるって言ってもご飯はよく食べてるんですかね、それなりには、ここ1週間ぐらいはなんか食べたり食べなかったり、うんちって分からない、もう一匹のこと一緒の水槽別々ずっと一緒だったんだけど、うん、それぐらいないから、なんかうちの夫がどうも喧嘩するって言うんで、あ、そういうこと別々にしてるわけね、そう、はい、どこの爪から出てんだろう、あ、ここになんか傷っぽいのがありますけど、はい、これですかね、それかな、爪ではないよね、なんか見てたら爪じゃないか、爪じゃないですね、うん、ここだ、ここか、左の後ろか、今は出血してないけど、ああ、ほんと、分かんない、他に出てるそうなところは、そうだよね、わかります、ちょっとじゃあそれはい、じゃあ足の出し止めして、結構でも年齢いってるけどしっかりしてますね、これ。あのクロロヘキシンという消毒薬を出しますので、1日2回ぐらいちょっと消毒して、消毒したらちょっと30分は水に入れないでほしいんですよ、はい、ね、そんであとちょっとこの水を早く治せるために赤い光を使ってます、はい、近視紫外線という赤い光でね、はい、でこれあの人間の正規以外と伝わってる、うん、慢性疼痛、ね、首が痛い、腰が痛い、関節が痛い、そういうところに使って血流を良くして炎症を縮める、はい、痛みを和らげる、そういう治療をちょっと1分やりますね、はい、そんであとは観察、はい、で観察の仕方を教えますので、はい、ちょっと観察しましょう、そう、食がゼロだったらレントゲン取ろうかなと思ったけど、まあそこら辺もしゼロになったりするんだったらレントゲン取りますね、私スプレーでやっちゃったけど、まあクロロヘキシンでこれピンクの消毒薬なんですけど、まあ
綿につけてペンペンってやってもいいし、うん、あの100円ショップでスプレー容器を買ってきてもらって、はいはい、そこに入れてもらって、うん、シュッシュッとやって、もしそれするんだったら10倍に薄めてもいいですよ、うん、スプレーでやるんだったら、うん、だからこれを1入れて、うん、お水を9入れて、うん、はい、でまあそのままやるんだったら別にそのままでもいいです、いいですか、はい、出し麺で、はい、ペッタイプ、うん、で、あの、はい、昔これはあの手術する時に使う消毒薬です。だから割と細菌とかカビを抑えてくれます。で残留効果が高いんで、はい、よく使いますね、はい、だからもうこれをさ1000倍か1万倍に薄めたら、うん、あのカメさんはしないけどワンちゃんネコちゃんに咳取りしたりするんですよね、歯垢を。そうすると超音波つけて取って、その後洗浄するときにこういうの薄い液体で洗浄しますね。さあそれじゃあちょっともう一回バケツに、あ、ここに入れますね。あとちょっとお話しますのでね、はい、じゃあ入れて、はいはいはい、そしたらちょっと一回ご消毒します。でそれあの体重計で表も裏も消毒しておいて、その子によりますね、40何歳の子来てますよ今。だから